1918年4月16日、フジャレは、モンタナ州、スイートグラス群ビッグティンバー近郊の牧場で生まれた。公立学校を卒業後、地元ビッグティンバーの医療品店の店員として働き、最終的には、医療品店の共同所有者となった。1940年、アメリカ陸軍に入隊。1942年に、 陸軍士官学校を卒業し、少尉に任命された。この頃、高校時代からの恋人であったシュクリット・ソルバーグと結婚した。その後、陸軍航空隊に所属し、B-24 を操縦し、ニューギニアやフィリピン、沖縄で従軍した。1946年に退役。最終的な階級は退位だった。退役後は、地元のビッグティンバーに戻ると、 保険の販売員などの職を転々とし、モンタナ公共福祉委員会の委員や、ビッグティンバー公立学校理事会の理事などを務めた。1954年、モンタナ州第2選挙区から連邦会員議員選挙に出馬して当選。翌1956年選挙にも立候補するも、民主党のリロイ・ハーゲン・アンダーソンに敗れ、落選した。1959年に、 衆会議員を務めた後、1960年にアメリカ上院議員選挙に出馬するも当選を果たせず、以後政界から離れた。政界引退後は、モンタナ州道路局の広告ディレクターやモンタナ州、連邦住宅局の局長を歴任した。さらに晩年は、ドールハウス用のミニチュア家具を制作し、全米で高い評価を受けた。ありがとうございます。